4つのアニメプロダクションが送る4つの物語、未来を担う若き才能が集う時、そのプロジェクトは動き出す。人は皆それぞれ自分の世界を持っている。僕が知りたかった牧野樹里の世界はすごく意外で、僕なんかには触れることのできない世界。まさやくん、はい。1年生なのに大きすぎるまさやくん。あきおちゃん、わかったんだよ。1年生の僕にはまだ知らない道がたくさんあるんだって。キラキラするものだったらいいな。綺麗。嘘だよね。ねえ、ちょっとあれなスピード出しすぎ。未来の島へ。はい。運命という死神は大切な人を奪っていく。そして僕にはその死神が見えてしまうのだ。その若き才能でアニメの未来を変えろ。アニメ未来。